北斎さんのブースに遊びに来ました。その僕の動画でバズったこのモンタップピース13万ぐらいですかね、今ね。それぐらいです ね、はい、おかげさんで。ということで今日は何を見せてくれますか。あのね、今日もノンタップピースなんですよなんですけど、多分ゆうさんのチャンネル見てる人電工さん多いと思うんです。で、電工さんからめちゃくちゃ言われたんがね、はっさとブレーカー用を作れ、これずっと言われてたんで、今日はそれを持ってきました。で、この辺のね、動力のブレーカー、これちょっと60アンペアフレームですけど、まあ、60アン、50アン、いろんなフレームあると思います。で、この純正の器具についてるビスと同じサイズのノンタップビス、ついに、というか、あの、ほんまに機能めっき上がってきました。ロングです。35と55、これサイズ展開増えました。で、ノンタップビス、ご使用したことない方のために見てもらいたいと思います。従来、器具付けの際、これ下穴開けていただいて、そして、ここのタップ、タップでこうほじくって、で、そして3歩進んで2歩下がって、タップ切りつつ、で、器具挟んで、まあ、いつものビスでこう止める。これ基本だったと思うんですけど、ノンタップビスは名前の通り、下穴開けていただいて、で、ノンタップビスを入れていただくだけで、たったこれだけでタップが切れるんです。というところに増田さんがおるんで、増田さんに協力しました。増田さんどうも、はい、次10ヶ月ぶりにもう一回ノンタップビスやっていただけますか。はい、ます。下穴だけですか。下穴だけです。はい、下穴の光ってないでしょ。光ってないからこれタップ切れてない下穴だけの状態 でここにノンタップビス入れていただくだけでタップが切れます。今回ね、ブレーカー用の4-30の鍋頭、これでやっていきたいと思います。で、ちょっとね、現実のブレーカーがないんで、まあ、何か器具挟んだ前提でもう足挟んでいきます。挟んでいただいて、で、工具はね、あの、何使ってもらっても構いません。もういつもの皆さんの相棒でもいいですし、電工さんはね、テドラも持ってると思うんで、テドラでも構いません。で、ちょっと今回ビス長いんで、もうドライバー充電でいきます。で、これね、最初一山、すごく入れやすいようになってます。これツラツラになってないんで、これスッと入るんですよね。で、そして、松田さん、これ回してみてください。で、これね、タップじゃないんで、全開回しても折れない。どうぞ。たったこれだけ。今のトルクね、タップだったらちょっとしんどいところがあったと思うんですけど、一発で無理ですね、絶対。ね、ポキッといくでしょ。じゃあ、松田さん、これ。これ、僕が思いっきり締めてもね、これ、滑んないですよ。滑らんもんね。ほんまに。あの、取れないわけじゃないですよ。うん、でしっかり効いてる。外れんのか、タッこれだけで傷付け終わりなんです。もうタップ切らなくていいんですよ、皆さん。これがね、ノンタップ虫の真髄。だから、まあ、物があればこのまま止めて終わり。そう、止めて終わりです。で、止めて終わりなんですけど、いや、ほんまにタップ切れてんのかいなと、多分皆さん思われると思うんで、まあ、一応ね、いつものね、小ネジでちょっと確認していきます。いつもの小ネジが、スルスル入ります。この、だから、力加減というか、もう切れてるから、全然負荷なく、スルスルスルって、しっかり効くっていう、証明ですね。そう。基本的にはもうノンタップビスで、一回回して器具つけて終わりです。これはあくまで確認用でやってます。ぜひ国際のノンタップビス、ブレーカー用が出ましたので。見た目普通のビスですもんね。メッキも含めてね。あの、これ増田さんとか谷川さんに教えてもらったメッキそのままにしてます。これ最強だと思います。はい、純正サイズなので、ぜひご安心してね、ご利用いただければと思います。タップ切るっていうことが死語になるかもしれない。死語になるかもしれない、ほんまに。ネジの新しい時代ですね。そうです。新時代消えるね。で、あと、あの、番屋さん向けに、あの、セットビスありますよね。3点セムスね。ファッシャーが最初から入ってるビスの。これは、あの、落ちないやつね。これも、あの、サイズ展開、あの、ついに増えましたんで、ぜひね、こちらの方も、国際チャンネルでも動画アップするんで、一つよろしくお願いします。それでは続きまして、国際の人気作いきたいと思います。こちら、番用マルチキーシリーズでございます。で、番用マルチキーシリーズ、ご覧いただいた通りですね、かなり豊富な種類の鍵が入っております。何種類ですか？11種類、11もあるか、11、はい、2桁です、2桁勝利。これね、電工さんのよく使うであろう滝源さんの200番をはじめとしてさまざまな鍵入っております。嘘かほんまか信じるかは任せますけど、世の中の8割これで開くと言われております。これ何ですか？これね、タックの60と言いまして、はい、これね、正直ね、現場の方がよく言うのはほとんど200で開くやん、自宅というか。そう、なんか一回見たことあるかも。あるでしょ、うん、これ増田さん逆に裏返したらね、自宅200番で開いたら嫌です。そうそう、全部これで開きます持ってるんですけど全部200で開いたら困るから。だから、ね、これからちょっと鍵変わってきます。で、変わってくるのがこのタックの60とこの滝源さんの200番ね。これ両方に切ってあるタックの50、これに切り替わっていきます。で、これを最初から標準装備してます。で、このタックの50に関しては、これは現行の滝源さんの200番、これに対しても使っていただくことが可能です。上下関係なくいけるの？そうなんですよ。あのね、現場のね、プチイライラあるでしょ。あるあるある。現場のプチイライラ、200こっちかなと思ったら、いやこっちかっていう時あるでしょ。あのタックの50、ね、そう、タックの50はこっちでもいけるんです。こっちでも両方いけるんです。
現場って結構ね、暗い時に嫌な感覚が多いからね。だからこれ暗いんでね。そうなんですよね。不思議ですよね、電気屋さん。両面行けるのいいですね。両面行けます。こっちでもこっちでも両方行ける。だからこれはね、あの今持っていただいても便利ですし、これからね増えてくるタックの60、タックの50、これに対してもしっかりと対応ができる。であと逆にね、あの古い鍵、これから先はいいんですけど、今現時点で残ってる鍵で結構言われるのがね、あのニットさん、ニットさんの210番、あのニットさんのニット日に東でニットさんですけど、ニットさんのね210番、これに対してもしっかり開けることが可能です。この BMK の11。今お話ししたタックの60でタックの50で、このタックの50は200番、これに対しても使えますし、逆に古い番、ニットさんの210番でありますとか、特注品でまだまだ多い500番、この辺りに対してもしっかり使ってもらえる、あの非常にね電工さんが設備屋さんが持ってて便利な一品に仕上がってます。ぜひですねご利用ください。僕のチャンネルでも紹介させてもらったんですけど、トミデンさんと国際さんが一緒に開発したフリーブラケット、なんと今日はご本人がいるってことで、どうぞお願いします。わざわざ群馬県から来ていただきましたので、はい、ほぼ始発の新幹線です、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ところフリーブラケット、ユウさんのチャンネルをご覧の方、トミデさんのチャンネルをご覧の方、国際チャンネルをご覧の方、いろんな方いらっしゃると思いますけど、改めてね、ちょっとええとこ見てもらいたいと思います。これね、この金具、C コの間に対して何か器具をつけたいとき、これね、下地欲しいときあると思うんですけど、今までね、こうレール切ってもらって、躯体の上に対してこう取り付けしてたと思うんですね。で、これで取り付けするとですね、つけるのまでは簡単なんですよ。ボックスつけたり、バンつけたりね。ここまではいいんですけど、この次が大変なんですよね。これね、ゆうさんのチャンネル見てる人、鉄管の S 切る動画結構見てると思うんですけど、鉄管の S 切るのが、これ僕がやると大体ね、1本やるのに15分くらいかかるんです。ところが、そこをなんとかするのがこのフリーブラケットなんですよね。躯体とね、スライチの下地をこれ簡単に作ることができる金物なんですよ。これ提案してくれたのは、まあ、さっきもお話しましたけど、富澤さんが考えてくれました。僕ら何にもしてません。制作秘話とか行きましょうか。制作秘話はね、せっかくやし。これ、お話ししてもらったら、いつでしたよ。5月か6月、違うさ、それ来てもらったお盆の時でしたっけ。そう、多分これ作り上げるまでに多分1年ぐらい1年ぐらいかかります、ね、最初にお話ししてもらって。あ、そういうことですか。で、富澤さんに国際さんこんなん作れませんか言われて、で作り始めて大体1年ぐらい、まあいろいろ打ち合わせもしながらね、現場の声も聞きながら、あんなんでもあんなんどうこんなんどう言って作ったのがフリーブラケット。売れ行きはどうなんですか。売れ行きはね、まあ、ここでお話をするということは、まあ、売れているということでございます。おかげさまで。やっぱりね、これ僕らが考えたんじゃなくて、あの富澤さんに考えてもらって、ほんまに現場で活躍してる人のね声で作ってますから、やっぱ反応がすごくいい。富澤さんはどんな時に使ってるんですか。自分補助系が多いんで。あ、仕事が。はい、そういう時にコンセントとか、はい、スイッチを誘導灯とか防具地の間につけたい時に必要だったんで、久々さんにお願いして作ってもらいました。スピードがだいぶ早い。めちゃめちゃ早い。めちゃめちゃ早い。これね、躯体の内側に収めるのって大変でしょ。現場やってはる方やったらお分かりいただけると思うんですけど、これね、躯体の内側に合わせるときにね、これストンプ出てへんからね、きっちり切っても入らへんのですよ。ですので、これね、これフリーブラケット現物こんな感じです。で、使い方簡単。もう、いつも使ってるレール切ってください。バリ取ってください。絶対です。絶対です。絶対バリ取ってください。絶対ですよ。これ4面カバーできる構造になってるんで、切断面には触らなくていい構造になってますけど、絶対バリは取ってくださいね。でバリ取っていただいて、あとはレールね突っ込んでいただくだけです。でこれで切断面もしっかりカバーされている状態になります。でこれね、開口の方でも使えますし、背中の方でもどっちでもご利用いただくこと可能です。ですんでね、重たいのやったらね、3部の前ネジ使ったりすると思いますんで、こっちでご利用ください。でこれね、さっきのね、躯体のこう内側に入れる時の調整の話あったと思うんですけど、これね、まずはこの1番のところ、この長穴とこの刻印のクロスしてるところ、ここに対してビス打つんですね。で、これ長穴なんで、スライドのね、この調整機能持ってます。で、さらに反対側ね、反対側はしっかりこれ位置が決まるように、こっちは丸穴になってるんですよね。なので、こっちの調整機能、これでだいたい5ミリぐらいスライドするようになってますんで、両端合わせて10ミリぐらい調整が効くんです。ですんで、10ミリ程度ね、レール短く切断していただいてもね、最終的な仕上がりは、このね、きっちり二重と面になるような形で仕上げることができます。これものすごい綺麗でしょ。こんな感じでしっかりビスもね、正面から見えにくいような位置になってるんで、すごく綺麗に仕上げることができますし、これで躯体としっかりスライチの下地を作ることができるんです。詳しくは僕らの動画見てください。そうですね、3ギド見てもらった、はい、ありがとうございました。こちらトミネンさんのチャンネルでも、僕のチャンネルでも、国際さんのチャンネルでも出してるんで、もっと詳しく見たい人は僕らの動画を見てください。で村松さん、はい、まあ、ノンタップビスとか、はい、いろいろ僕動画出してますけど、はい、売れ行きはどうですか。絶好調ですね。ちょっとじゃあ視聴者さんに
感謝の何かをしてもらおうかなと。感謝の何か、いきなりなの。ありがとうございます違うと言いたいんですけど、今日はですね、電気屋 YouTuber さんのチャンネルをご覧の方のためにですね、国際の方から Q さんにね PR してもらって大人気商品になったこちらのねノンタップビス、こちらのミニパック、こちらをですね抽選で50名様の方に差し上げたいと思います。太っ腹ですね、50人も。はい、お願いします。でまた電気屋 YouTuber さんのチャンネルで一緒に抽選しますんで、また見てください。はい、応募方法などはまた後でね、はい、考えて環境ウェブで、はい、でさらに今日はね、ゴミ田さんがわざわざ群馬から、これ大阪ですけど大阪まで来てくれたんで、こっちのフリーブラケット、こちらもですね電気屋 YouTuber さんのチャンネルで10名様にお送りしたいと思います。ありがとうございます。ぜひですね、その僕の言うてる動画だけじゃなくてプロの2人が使って言うてるんで、これぜひね皆さん一回使ってみてください。さらにですね、さらにわざわざ富田さんが群馬県から来てくれたんで、大阪です、多分500キロぐらい離れてると思いますけど、フリーブラケット、こちらをですね10個ではありません、10個のね大体10倍ぐらいの量、富田さんの方に僕からプレゼントしたいと思いますので、おぜひですねワークショップの方に遊びに行ってください。おそこでどう使ってもらっても煮るなり焼くなりしても食べられへんけど、もう好きに使ってもらって構わないんで、これをね国際からあの富田チャンネルの方にプレゼントしたいと思いますので、フリーブラケット気になる方、一回使ってみたい方、ぜひですね群馬県高崎市の富田ラボワークショップの方までお越しください。じゃあこの富田さんのやつは富田チャンネルさんで視聴者プレゼントってことでいいですか。まあ抽選するなりお店で配るなり、ああ分かりました、なりしてもらっていいです。じゃあまたやり方後で教えてください。ああ分かりました。またテロップなどで後で告知しますんで、ね、はい。じゃあ最後にせっかく来てもらったんで一言言ってもらって締めます。めちゃくちゃいい商品なので、ぜひ皆さん使ってください。ありがとうございます。長谷川工業さんのブースに遊びに来ました。長谷川工業さんが10周年大数限定で、今だけですね、まあ、なくなり次第終了、ゴールドカラーウィン足がある今回に3台だけ3台だけしかないめっちゃ軽いこれ。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。